こんにちは、つよぽんです、今日はですね、簡単に写真編集することができるアプリ、ピクセラエクスプレス、皆さんご存知でしょうか。それのね、使い方を、これを覚えておくと便利だよというものをですね、ご紹介させていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今見ていただいている写真は、そうですね、桜が咲いている時期に、犬の写真を撮りましたということですが、写真の左後方ですね、お花見をしている知らない人がね、ちょっと映り込んでしまった時に、こんな風に写真の編集によってですね、後ろの人を消えていただいたというかですね、加工したわけですね。ついでに後ろのね、車もなんか見栄えが良くないので消してしまいましたが、このような、写真の編集が簡単にねできるんだよということがね分かっているとですね、 SNS などにアップロードする際に、まだねこの写真なんかは向こう向いているから、そうしたプライバシー的にはまあいいのかなとは思いますけれども、こっちをね向いていたりすると、ちょっとね問題があるなというような時に、こうした加工簡単にねできますので、ご説明させていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ピクセラエクスプレスの使い方についてご説明させていただきたいかなと思います。まずピクセラエクスプレスというのはウェブ上で使うアプリケーションということになります。今ね、Yahoo のトップ画面にありますが、ここで PIXLR と入れていただくと出てきますね。ピクセラエクスプレス、これですね。これを押していただく。そしてトップページの一番上を押していただくと開くと思うんですね。はい、ここから、使うことができます。簡単ですね。それで、写真編集したいと思っている写真を事前にデスクトップにねご用意していただいて、一番左側のアイコン、ブラウザですね、こちらを押していただいて、今回この写真を使ってやります。はい、先ほど見ていただいた写真ですね。それでこの画面で、簡単に説明しますが、セーブ保存するときはねここを使います。それでこのスライドっていうかね、これをまあズームして見ることができますし、またズームする際のなんだろうね、ズームしたい場所なんかを選ぶこともできますが、それは後ほどご説明します。それで、目的はですね、今回この人たちをね、消えていただくと言葉が悪いですけれども、映り込んでしまっているので、加工したいかなと思います。はい、でこの下の方にですね、いくつかタブがありますが、初心者中級者向けの、アプリケーションなのかなとは思いますが、それなりにいろいろできるので、いろんな機能があります。はい、で今回はアジャストメントを押していただいて、ヒールというのを使います。ヒールというのはこれですね、はい、HEAL、 これを押していただくと、はい、そうすると、カーソルが丸い円になったと思うんですけれども、この人たちをね、この人たちって一人しかいませんが、この人に消えていただくわけで、より、編集しやすいようにこんな感じでですね、多少ズームして見やすい状態にして、この丸円の大きさはここでブラッシュサイズという形でですね、調整ができるんですけれども、そうだな、おおむねこの場合だと
70とかそれぐらいにして、ほい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 と、これでいいかな。ついでに後ろの車もほい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 というね感じで作業完了。いかがでしょうかね。はい、まあもうちょっまあねこれでも十分だとは思うんですけれども、もうちょっとざっくりえいっていう感じにしたら、もうほぼほぼ最初の写真からはかなり加工できているのかなという感じがしますね。いかがでしょうか。はい、それで加工が済みましたと。そうしましたらやっぱりいまいちだなっていう時はキャンセルで、あこれでいいやというのであればアプライっていう風にしていただければ作業完了です。で保存しなくてはいけないので、保存していただく際には左上のセーブで写真 A というのを開いたわけですが、適当な名前をつけていただいて、セーブ、どこにセーブしますか、デスクトップでいいですか、セーブで作業は完了でございます。このようにですね、すごく短時間で、写真編集アプリフォトショップなんかがね一番有名ですし、プロの方も使われるんですけれども、何せとっつきにくい、いろんなことができる高性能のアプリケーションって、非常に使い方がね、使い方を覚えるのにすごい時間がかかると思うんですけれども、これはすごく簡単ですし、何せ無料なんですね。インターネットからウェブ上で作業できて、作業が終わったら終了ということで、非常に使いやすくて、僕もパッパッパッとやりたい時には使っています。なのでですね、今回はピクセラエクスプレス簡単写真編集だよということでお送りさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバイ。